サンジョバンニ洗礼堂は、フィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂付属の洗礼堂。大聖堂の正面玄関に向き合って立っている八角形の建築物で、ロマネスク様式の最も重要な集中形式の教会建築の一つである。アーヘンの宮廷礼拝堂を想起させるが、祭室と壁内通路以外には、不質を持たない非常に単純な形式の八角堂である。 この洗礼堂の起源は4世紀から5世紀に遡る。現在の建物は3つの建築物の中では最も古いロマネスク建築で11世紀に寄港されたものである。長い間、軍神マルスを祀ったローマ神殿であり、それが洗礼者聖ヨハネのために奉納し直されたものであると信じられていた。屋根部分全体は1128年に、 いただき頭部のランターンは1150年に、司教座のある内陣は1202年に完成した。サンタ・レパラータ教会が見劣りするためと考えられるが、こちらが礼拝堂として用いられていた。しかし、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂の建立に伴って、1355年から1375年まで改修を行い、礼拝堂に入る前に洗礼を施す。 洗礼堂として使われるようになった。この洗礼堂で洗礼を受けたダンテ・アリギエーリは、新曲地獄編で、我が美しき聖女版にとこの洗礼堂に言及している。洗礼堂内部は、床は一面のモザイク模様、壁面は外装と同じく大理石による幾何学模様が施されている。天井は13世紀のモザイクが、最後の審判のほか 聖書にまつわる多くの場面のモザイク画で飾られている。天国への門この洗礼堂は、ロレンツォ・ギベルティによる東側の扉が特に有名であり、後に、ミケランジェロが天国への門と呼んで称賛したことから主にこの名で呼ばれる。現在設置されている扉はレプリカで、本物はドゥオーム付属博物館に所蔵されている。1401年。 北側の扉の制作者公募が広告された。これは、コンクール形式で制作者が選ばれた最初の例と言われており、7人の技師や芸術家が応募した。最後に、ロレンツォ・ギベルティとフィリッポ・ブルネレスキが1000に残り、ギベルティが選ばれたとも、ギベルティとの共同制作をブルネレスキが辞退したとも、伝えられている。このコンクールは、 ルネサンス美術の幕開けの一つとしてよく語られている。北側の扉は1403年11月23日に制作の契約が行われ、1424年4月19日に東側入り口に設置されたが、天国への門の完成に伴い、1452年に北側に移設されて、現在に至る。現在残る、洗礼堂内の荒いライバンは1416年に、 ドナテッド、ロレンツォ・ギベルティ、ヤコポ・デラ・クエルチャ、トゥリーノ・ディヴァンに、ジョバンニ・トゥリーニによるものである。12世紀に建立されたサンジョバンニ・センレイドーは、当時最も裕福だった、ケオリモの商組合によって、造営管理されていた。そこでコンクールを行ったものの、当時国死病による膨大な数の死者が出た直後で、あったため、題目に、遺作の犠牲が選ばれた。 また、ミラノコージャンガレアッツオビスコンティ指揮する大軍の接近という危機を迎えていたが、ジャンガレアッツオが熱病により頓死し、難を逃れた。このことから毛織物商組合はコンクールに急刻的意図をかけていた。五千霊堂、第三門比は都市を共有物と考えていた、富裕市民層によって補われた。彼らは都市の装飾に責任を感じていた。一月一日、 復活祭の日曜日12月24.25日外であれば3ユーロで内部を見学することができる。ありがとうございます。